です。本日はですね、俺が最高だと思うライブアルバム5つ紹介していきたいと思います。ライブアルバムね、もう魅力といったらやっぱりですね、生の会場のね、熱気がパッケージされている。そして、アーティストのね、この生のプレイ、ネイキッドなね、プレイ、そしてですね、欠かせないのがオーディエンスのね、もう声とか入ってるじゃないですか。もうそういうのと、アーティストの、対話、もう一体感ね、まあそういうのがパッケージされていますよね。まあその辺がやっぱりね、俺はライブ版の魅力だと思うんですけども、まあ現在コロナ期間中でね、ライブ会場に足を運ぶっていうのはまあ難しいわけじゃないですか。だから、ね、コロナ収束後の世界をね、まあ見据えて、今ライブ版を聞いてちょっとね、なんかこの気持ちを高めておくっていうのもね、まあいいのかなと思っております。はい。まず第一作目はね、もうこれ外せません。こちら、キッスのアライブ。はい。キッスです。キッスあんまりちょっとね、チャンネルで扱ったことないですね、実は。はい。このアルバムはもう最高です。もう最高にね、おバカ。ちょっと少年漫画みたいな世界ですね。うん。もうわかりやすい盛り上がる箇所がね、もうたくさんあって、頭空っぽにして楽しめる、そんな感じの、アルバムです。キッスはね、このアルバムで、本格的に売れたんですね、初めて。はい。スタジオ版何枚かこれまで出してたんだけど、なかなか人気が出なかった。はい。ただですね、まあ、ライブはもう凄まじい、人気を、持っていて、まあ動員とかもそこそこあったんだけど、なんかスタジオ版にセールスが繋がらないと。そして、まあ、急遽でもライブ版を作って、そして、この魅力をみんなに広めようっていうね、まあ、そういうコンセプトで作られたんだけど、はい。実はですね、ほとんどの音源、めちゃくちゃ、スタジオ内で、差し替えられているっていう話も実は、まあ、あって、うん。キッスアライブは、だから、まあ、ライブじゃなくてスタジオ版なんだみたいな皮肉を言われたりとかもするんですけども、まあ、そういうちょっとなんか、イカ様っぽいところも含めて、俺はキッスの魅力だと思うんですよ。うん。いや、本当にこのアルバムめっちゃいいです。俺もめちゃくちゃ聴きました。もうエース・オフ・レイリーのギターもう最高だしね、もうエンディングに向かってめちゃくちゃボルテージ上がっていくんですよ。で、MC の内容とかもなんかお前ら酒飲んでるかみたいなね、もう結構本当に頭空っぽって感じの内容なんですけども。まあこれはマジでね、楽しめるアルバムだと思います。もうこのアルバム聴いてね、ロックに目覚めちゃったって人もすごいたくさんいると思うんだけど、うん。まあライブ版だったらやっぱりこれは外せないですよね。もう本当に定番中の定番だと思います。はい、続きまして、こちら、オールマンブラザーズバンドの、フィルモアイースト。まあ、これも定番中の定番ですね。はい、2枚組です。オールマンブラザーズバンドもね、やっぱりライブが魅力のバンドだったんですね。まあ、スタジオ版もね、これを出す前、2枚出してて、うん。で、クオリティはもちろんいいんだけど、やっぱりね、彼らもキスと似たような、悩みを抱えていてですね、もうライブの凄まじさがやっぱりこのパッケージできないと、だからま、こういうの出してですね、うん。これに関してはちょっと宇宙的な次元だと思います。100% 断言できるわけじゃないんだけど、これに関しては、キッスの、ライブ版と違ってですね、もうまるっとそのまま、ライブをパッケージしているかと思います。はい、だからもう完全にもライブ。ネイキッドの状態ですね。デュアン・オールマンと、まあ、ディッキー・ベッツ、二人のね、もう天才的ギタリストの掛け合いもそうなんですけども、もうツインドラムでね、もうオルガンもいて、ベースもいて、もう本当にこの大所帯でもうひたすらジャムを繰り広げるわけですよ。もうなんなら20分ぐらいの曲とかもある。ただですね、もうマジミュージカルなね、モーメントがたくさんあるんだよね。即興演奏の、まあ、ライブの楽しさっていうところで言ったら、もうロックの中だったら、まあ、これじゃないかなと思います。マジで凄まじいです。もう、どんな脳みそしてたら、こんな演奏できるんだって感じのね、瞬間がたくさん収められてます。ジャムとかね、好きな人、あるいはジャズ好きな人も絶対これ好きだと思うな。もうかなりコルトレーンとかの影響も受けてると思うし、はい。まあ、ブルース好きな人も絶対ハマると思うしね、うん。これはもうかなりおすすめの、アルバムです。続きまして、こちら、トーキングヘッズの、ストップメイキングセンスというね、アルバム。まあ、これは、トーキングヘッズが、まあ、初期の、パンクっぽいサウンドから、まあ、出してですね、よりファンキーな、アフロビートとか取り入れて、かなりダンサブルな感じになってきたっていう時期の、ライブ版なんだけど、トーキングヘッズはね、もうね、ライブ本当にすごいんですよ。この時期ではないんだけど、まあ、エイドリアン・ブ
ルーとかがね、まあ、参加してたりとかもして、ライブ、実はかなり、もう最高です。このアルバム、ジョージ・クリントンのね、パーラメントからバーニー・ウォレルが参加してるんだけど、うん。でもそういうところも含めて、もう、ガチでファンクですね。ドアタマはですね、まあ、代表曲、初期の代表曲である、サイコ・キラーをデイビッド・バーンがもうアコギで弾き語りでやるんだけど、だんだんちょっとサンプラーの音とかがですね、こう混じってきて、どうなるんだみたいな感じでね、ちょっと不穏な空気で始まるみたいな、そんな感じ。うん。これ映画も出てます。映画版もおすすめですね。まあ、なんならもう映像だけでいいのかもしれないけど。うん。まあ、もうこれはもう、最高です。ニューウェーブの、まあ、ライブっつったらもうこれに尽きるんじゃないでしょうか。続きまして、こちら、チープトリックのね、ライブアット武道館。はい。日本のね、ライブって結構、こう名作多いんですよね。なんでなんだろう。お客さんが静かだからかな。わかんないですけど。他にもディープパープルのね、ライブインジャパンとかもそうだしね。まあいろいろあるんだけど、まあこれはまあ本当にアイコニックですね。まあこれに関してもチープトリックやっぱり、ライブ版出すまで売れてなかったんですね。うん。なんかそういうケース多いね。ライブ版でこう跳ねるみたいな。それのきっかけになってるアルバムが結構名盤なのかもしれないな。ちょっとあんまりそういうの考えないで選んだけど。チープトリックのね、もうパワーポップバンドとしての魅力めちゃくちゃ詰まってます。まあ、さっきちょっと日本のお客さん静かって言ったけど、これに関しては、日本のですね、もう本当に若い、なんか10代、20代の女の子との、なんか掛け合い、チープトリックとですね、この日本の少女たちのなんか愛のなんか結晶みたいなアルバムなんですよ、俺の中で。彼女らの、掛け合いがあって成立してるみたいな曲とかも結構あってですね、すごいいいですよ。あったかく、あったかい気持ちになります。日米のなんかこの架け橋的な瞬間が結構ありますね。チープトリックの人気はね、まあ本当に実はハイプだったんですよね。日本雑誌が作り上げた現象で、アメリカでは全然人気なかったし、だから彼らが来日して、めちゃめちゃ歓迎されて結構びっくりしたみたいな。まあクイーンもなんか似たようなエピソードあるけど、うん、まあそういう感じでね、うん、で武道館埋めちゃうわけですよね。でこうバーってね、キャキャ叫んでる女の子たちがたくさんいてみたいな感じで、パワーポップのそういうキラキラした瞬間たくさん収められて、まあ最高の一枚ですね。続きましてこちら、リトルフィートの Waiting for Columbus というアルバム。はい。リトルフィート、彼らも、まあ、あんまり売れてませんでした。はい。このライブ版が多分一番売れたと思います。まあ、Waiting for Columbus ってどういうことかというとですね、まあ、新大陸をね、コロンブス発見したわけじゃないですか。だから、まあ、自分たちを新大陸、まあ、アメリカにね、なぞらえて、まあ、コロンブスみたいに発見する人を待ってる状態だよっていうタイトルなんですよ。リトルフィート、本当にね、このアルバム出すまで、まあもう何枚も、まあ、結構な枚数スタジオアルバム出してて、で、どれもめちゃくちゃクオリティ高いんですよ。もう業界とかミュージシャンからはめっちゃ評価されてたんだけど、でもセールスに繋がってなかったと。はい。だからまあそういうタイトルで。で、集大成的な感じなんですね、もう言ってしまったら。もうこの後だんだんリーダーのね、ローウェル・ジョージが、健康をね、損なってって、ちょっと活動も下火になるんだけど、だからもう、ベスト、版ライブみたいな、なんかそういう趣もあります。もう代表曲ほとんど入ってます。はい。そしてですね、本セクション。これがタワーオブパワーなんですね。豪華。もうリトルフィートの演奏だけで凄まじいのに。ホーンセクション、タワーオブパワーですよ。はい。セカンドラインファンクのもうなんか最高の組み合わせみたいな、感じなんですけども。この時期のリトルフィートね。まあもともと、ニューオーリンズのね、ロックやってて、泥臭いとこからスタートしてるんだけど、プログレみたいな瞬間も結構あります。キーボードのビル・ペインティとかね、もうシンセとかね、もういろんなね、鍵盤を使って、ローウェル・ジョージと対決するみたいな、そんな感じで。プログレ好きも多分好きだと思うし、ファンク好き、ブルース好き、もちろん、ロック好きもそうだし、なんかそういう人たちみんな、楽しめるアルバムだと思います。マジで完成度高いです。はい、素晴らしいアルバムという感じで、5つ選んだんですけども、時点ということでいくつか紹介してもいいですか。本当に、ね、好きなアルバムいっぱいあるんですよ。まあやっぱり外れないのはローリングストーンズの、73年のブリュッセルアフェアというアルバム。まあこれブート、まあ最近、正式に出たのかな。ローリングストーンズのもうライブバンドとしてのもう最強だった時期がパッケージされてるやつです。マジで無敵です。はい。他にも、マイルス・デイビスのね、アガルタ、そしてパンゲア、これもマイルスがフュージョンやってた時期の、ライブ版だけど、これもね
で2本なんですね、録音が。これも凄まじい。1曲20分が2曲とかしか入ってないような感じだけど、まあこれも、まあフュージョンのライブで言ったら外せないですよね。フランク・ザッパのロキシーもいいですね。うん、ザッパの70年代中盤ぐらいの、まあもう名作ライブ。はい。これもマジで凄まじい。ザッパのわけわかんない、長尺の MC とか含めめっちゃ面白いです。はい。うわ、これトップ5で入れてもよかったな。BB キングのライブアットリーガルもいいですね。もうこれもあのブルースのもう最高のライブアルバムです。あと、まあ、さっきまでこれ聞いてたんだけど、なんで俺トップ5入れなかったんだろう。アリサ・フランクリンのね、フィルモア・ウェスト。これもいいですよ。はい。フィルモア・ウェストっつったらですね、サイケのバンドとか結構出てた、あの、ロックの、ファンがよく行ってた、まあ、ライブハウス。ライブハウスっていうか、もっとでかいけど、はい。シアターだったんですけども、アリサ・フランクリンがもうゴリゴリのね、ソウルでそこに直球勝負しに行くという感じの内容で最高です。レイ・チャールズとかも出てきます。ビートルズとかね、サイモン&ガーファンクルとかね、まあお客さんに合わせての選曲なのかわかんないですけど、そういうのもやるんだけど、もうね、本当にアリサ・フランクリンの手にかかったらもう最高のソウルの名曲になるんですね。はい。結局10個くらい紹介しました。はい。ライブアルバムね、ぜひみんなで、まあ今聞いて、コロナ以後のね、もうライブ、思い馳せていけたらね、いいなと思います。はい、そんな感じで。それでは。君の名前